19日目の金曜日。さあ今日何がある？あら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 、てっきりレベル移行があるのかなと思ってたんですけど、なかったね。まだレベル2のまんまか。レベル3の好きにはなることはできず、前日あの星イベントやってるんでね、その流れから来るかなと思ってたんだけど、なかった。まあいいや、まだ楽しめる部分がレベル2に残っているのであれば今日楽しんでいく。お試し期間が始まっての初めての1日目、初日ですからね。何か甘いイベントがあるんじゃない？早速ありますよ。体育の授業か。あ、1年女子もグラウンドにいるぞ。ということはサイちゃんもいる。そのサイちゃんと何か絡むのか、そのサイちゃんにかっこいいところを見せる純一がいるのか、どうなんでしょうかね。うーん、寒いし。お、1年女子も外で体育か。うん、女子の体操服姿ってなんであんなに目を奪われるんだろう。わかるけど。わかるけど、お前。あ、中田さんだ。うん、僕に手を振ってる。だってもうそういう関係だもんね。何もおかしくないよ。どうしよう。手を振り返した方がいいのか。え？振り返す？気づかないふりをする？いやいや。もちろんこっち。当たり前です。恥ずかしいけど、一応中田さんが手を振ってるし、まずいよな。無視はできんでしょう。満面の笑みで近づいてくるな。先輩！キャラ変わってるやん。すっごい満面の笑みで、すごいテンション、あんなボリュームの子じゃないのに。はい。先輩も体育なんですね。いやもう、今更ながらなんかもうボリュームが普通やね。昔もっと、ってめっちゃちっちゃかったのに、今もうめっちゃ聞こえるもん。ハキハキしてるわ。えへへへへ、いっす。ジャージ姿の先輩も、すごく素敵ですね。普通だろ、それは。いや、褒めてくれてありがとう。あ、中田さんはジャージ履いているんだ。履いてますよね。はい、また下見てる、お前。じっくり見てるね。下から上。上から下。もしかして、履いてない方がお好きなの？いや、そういうことじゃのうて。え？何、履いてない方が。いやな、なになになに。いえ、この後マラソンなので脱ぐかどうか悩んでたんです。あ、そういうことね。あ、そうなんだ。おお、目の前で脱いでるよ。うわ、目の前で脱がれるとさすがに照れるな。脱いだの？もう寒いです。そうでしょうね。暑いけどね、こっちは。そうだよね、切れば。言う、それ。ちょっと、なになにこれ。また見てる。あー、脱いでる。また下から上、上から下。堪能してるね。もう2ヶ月おかずいらんわ。このタイミングでチャイム。いやでも終わってくれないと、この子なんか暴走してさ、次上も脱いで、なんならもうその分また着てるものも脱いでて、真っ裸になる可能性もあるからね、今テンション的に。うん、もうそれじゃそろそろ。はい、体育頑張ってくださいね。いや、いつも以上に頑張れるわ、こんな後やからな。それでは。いや、まあ、しかし、まあ、確かに純一が言う、なんでこんなにも僕のことを好きでいてくれてるのかとかいうね、そういう気持ち、なんとなく分かったね。なんかちょっと不自然な感じするもん。あまりにも好きになられすぎている。で、これでしょ？純一が言えば、その場でジャージを脱ぎ出す女の子なんて、これまでのヒロインにいなかったよ。でも、この子は脱ぎ出すね。これがまた次、会話イベントに繋がりましたけど。いやだからもう本当にね、あの告白のシーンにあった通り、何でもしますと言った通り、こっちがなんかやれ言うたらやるよ、この子は。例えばこれが純一がかなりチャラい男であればね、お前おっさんに抱かれろなんて言ったら抱かれるよ、この子は。
まずいね、ちょっと暴走しつつある。ちょっと不気味な感じになってきたわ。ただ好きと好きがぶつかり合ってるんじゃなくて、好きよりももっと巨大ななんか感情、愛情、それがなんかサイちゃんにはあって、それがちょっと今不気味さになって怖さにつながっている。まあどうだね、好きな女の子とこれからも絡んではいくけれども、何かしらまたあるんじゃないかな。次は会話イベント、もうメーターが最大になったのでアタックイベントを見ることが可能。ただノーマルなイベントですらあんな感じだったの、アタックイベントってなるとどうなんねん。であっちから来たよこれ、屋上な。もしよかったら少しお話できませんか。いや、やりましょう、そのためなんでね。いや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 、もう断れない、断れない、無理、俺にはそんなことはできない。よかった、嬉しいです。もうサイちゃんがこっちの全てを受け入れてくれるかのように、俺もまたサイちゃんの全てを受け入れるから、もう互いに肯定肯定肯定だよ。イエスイエスイエスノーはないよ。大げさだな。結構、お前何気にひどいこと言うな。まあ、これは交換のメーター今マックス到達してるんで、あとはテンションを高めていくこと。勉強でどうだろうな。テンション高まるかな。楽しみにしている授業とかある？そうですね。美術とか、家庭科です。そう言われると、そうかもしれません。どちらかというと不器用だと思います。いやいや、不器用な女の子があんなシチュー作れないでしょう。うまかったよ、あの愛情たっぷりどっぷり熱々トロトロのシチューね。えい、さあこれはもうあとはテンションを維持したらね、アタックすることができるので確実にアタックしていきましょう。あ、セキュマの証拠的にそうやと思ったんだけど、違かった。オーマイガーオーマイガーノー。でもテンション下がらないね、やっぱこの状態のサイちゃんだから。下がらへんかな。なんだろうなこれ、娯楽かな。あー違う、ののの、さすが2回連続失敗でテンション下がるやろね。あーさすがにね、これじゃまずいから次確実に成功させていかないと。恋愛分かってるんだけど、恋愛逃げるパターンもあるからな、そこが怖いんだけど、まあやろう。恋愛でテンション下がることはまずないでしょうね。問題はこの後迎えられるか。中田さんって自分の体でどこが好き？え、恋愛の話だよねこれ。エッチな話じゃないよね。何言うとんのお前。え、自分の体でですか？うん、気に入ってるところとかない？そうですね、自分では目が気に入ってます。目？可愛らしい。どれどれ。ちてるよ、もうすべてね、瞳のもう中の中まで、水晶まで。恥ずかしい。うん、この子はこういうリアクションになるでしょうね。すみません。あー、でもこの感じ、許してください。許してください。悪いことしたみたいな感じになってるやん、こっちが。これだと逃げられる可能性あるな。次、あ、よかった。あ、でもテンション上がらなかった。ノー、テンション上がってほしかったんだけど、いや、やっぱレベル2のアタックイベント見たいので、申し訳ないですけど、これ一回やり直すわ。恋愛やったらさっきテンション上がらなかったんで、食べ物以前のこの娯楽、運動、勉強、世間話のどれかでテンション上げていかないと。なんだろう、世間話。あ、よかった。これでテンション上がるかな。さっきと違うルートを入れたよ。前の学校の規則って厳しかった？そうですね、結構厳しかったと思います。これでテンション上がるかお前。何か変わった校則とかあった？階段は一段ずつ上り下りすることとかですかね。何それ、階段を一段ずつ？はい、一段飛ばしは乗っての他で、階段はおしとやかにっていうのがありました。あ、まあ女子校だからっていうのもあると思うんですけど、いや、にしたってだろ、もっと他あるやろそれ。珍しいところの騒ぎじゃないわ。私も転校してから気づきました。あー、なるほどね。あの、確か小中高とエスカレーター式のあれなんでね。
ああ、よかった。はい、なったね。よしよし。これでアタック見ることができるので見ていきましょう。オッケー。どんな感じになるんだろうね。あ、まあまあ雑よ。先輩、どうかしましたか？新しい感じ。何これ。キスをした、したほっぺり、確かにした。でもこっちからしたほっぺり、あの感じ、これまでないこの感じ、新しい感じ、いいっすね。多分恋愛ありそう。ほら、あった、もう一つも恋愛だよこれ。中田さんの理想の恋愛は今やってるものじゃないの？できるだけ一緒に過ごしたい。それだけ？はい。でもそれだけが難しいんだよね、世の中の男女は。一緒に何かしたいとかないの？聞くね。私は何もしなくても平気です。わお。好きな人のしたいことがしたいです。うわあ、破壊力満点の言葉、セリフ。この子は本当にもう今のなんか女性にない魅力を持ってるというかね。こんなこと言うとあまり良くないのかもしれないけど、いや尽くすタイプ、いやもう尽くしすぎるタイプやね、これは。あかんよ。そうなんですか？
いや、これはあかんタイプよね。一歩間違えばホストに金を使いまくるタイプ。だと僕は思います。今、純一に向けてその愛情が来てるけどね。なんか一歩一個ずれたら大変なことになると思うよ、これは。これ、行動。OK。じゃあ、アタックこの後見れますな。まあ、その前にこの行動があるんで、褒めます。このイベント。定期的に褒めるね。中田さんってすっごくスタイルいいよね。いいよね。いや、その変な意味じゃなくて。いや、なんて言うのか大事だと思うんだ。わ？胸の大きい子は、嫌いなわけないだろって。もちろん大きい方が好き。実は控えめな方が好き。何この選択肢。それぞれの趣味思考に合わせて選べよと、開発者から言われてる、そんなメッセージ。僕はね、物事は全て大きい方がいいと思います。それはおっぱい、胸になれば、より大きければ多いほど位が高いというか価値が高いと思ってる人間なんで、おっぱい政治なんで。もちろんこれ、嘘、偽りのない言葉です。もちろん好きだよ。え？あ、いや、その。よかった。よかったのかな？おーいえー、ステンション下がることなく。さあ、アタックイベント、この流れ、おっぱい揉ましてくださいとか、そんな流れじゃないよね、大丈夫？見ていきましょう、またじっくりと。いらんでしょうね、今ここに確かにある感情だけあればいい。言葉にはしない。